減してくださいよ。歯ごたえないね。森は私にとって母のような存在であった。折り重なる枝と茂る草花がそよ風にたゆたい、私を慈しむように抱きしめてくれる。私にとって心落ち着く場所はもはや森以外になかった。ここはどこ？早く戻らなくては。帰る場所ならある。だがそこに居場所と言えるようなぬくもりはない。この森で意識を取り戻すより前に行われた行為を思い出し、背筋が凍る。うつろな目。意識とは裏腹に前へと進む足。長年植え付けられた恐怖心が自然とそうさせる。帰らないと、帰らないと、帰らないと、帰らないと。口からこぼれる言葉に意識は宿っていない。全部壊してやるよ。怪しくざわめく茂み、そこからにじみ出してきたのは黒き怪物。獣でないことは明らかだ。文字通り染み出してきたのだから納得するしかない。起き抜けの頭が急に鮮明になり、今がどういった状態なのか自覚した。私が今いる場所は元いた世界とは異なる場所だ。
そう自覚させるには十分すぎる情報が並べられていた。そんなことはどうでもよい。今はただ目の前の脅威を打ち払うの。拳を強く握りしめた。この力で、いや、振り返るとそこにいたのは人間。ようやく出会えた人間。私は己の境遇を説明し、どこか近くの町へと案内を頼めないか、そう依頼しようとした瞬間であった。私を射抜いたのは威風と鋭さを眼光であった。そこにはおぞましい怪物と対峙するような敵意が含まれていた。早く敵意がないことを伝えなくては。ああ、そうか。先ほど私だってためらわなかったではない。納得すると同時に、ようやく出会えた人間は躊躇せず私を殺さんと襲いかかる。